2027年の完成がとても楽しみです。さあ、ここは東京都渋谷区 JR 線や東急線が通る渋谷駅です。今回は渋谷駅から電車には乗らずにある検証企画をやっていきたいと思います。今日やる企画は、あそこに今都営バスもいますが、今回は12時間で山手線の全駅をバスだけで巡れるかという企画をやっていきたいと思います。今回の動画には珍しくですね、付き添い人がおりまして、いつもの作家さんなわけですが、ただまあ顔も声も映りたくないということなので、結局いつもの動画とそんなに変わらないと思います。今回の企画のルールを説明。1つ目、バスなら何でも乗車して OK、 バス会社の指定はありません。2つ目、バスがなければ歩きます。また効率化、ショートカットを目的として途中区間を歩くことも可能です。3つ目、時間は7時半から19時半までの12時間。ただ19時半までに発車するバスは終点まで有効となります。一応ですね、都営バスの1日券と、まあ、都営バスの路線図は持ってますので、まあ、これをね参考に今後は進めていきたいと思います。ということで今回もよろしくお願いします。駅前にこんないいものがありまして、こちらをね参考にしてやっていきたいと思います。ということで、まあ、今回は渋谷から内回りで行こうと思いますんで、まずは恵比寿ですよね。で、なんと恵比寿にねこうつながってるバスがあるということで、この恵比寿まで行くバスにまずは乗っていきたいと思います。いよいよスタートです。1台目のバスが到着。まずはこのバスで恵比寿駅を目指しましょう。渋谷駅を発車。さて、山手線の駅は全部で30駅。今回はこの30駅を12時間以内に回らなければなりません。つまり2時間で5駅の計算です。このペースをずらすとゴールは困難となります。また半分の15駅目は上野駅です。今から6時間後の13時半までに上野駅に到着できていないと、これまたかなり厳しい戦いとなります。果たして12時間後にもう一度渋谷駅まで戻ってこられるのでしょうか。ということで、1つ目、恵比寿駅前ですね。ちょっとね恵比寿の駅舎よりは遠いようなんで、ここから駅舎に行きたいと思います。1駅目、恵比寿駅ですね。ここは山手線の他に埼京線や湘南新宿ラインが止まったり、あるいは日比谷線もね通ってる駅となっております。では2駅目を目指して頑張りましょう。2本目のバスが到着。バスは必ずしも隣同士の駅を結んでいません。今回はバスの乗り継ぎ方も成功への鍵となります。次は一体どこで降りるのでしょうか。さて、恵比寿3丁目というところで降りまして、ここでですね他のバスに乗り継ぎたいと思います。ということで、まだ恵比寿という地名からは抜け出していないんですが、ここから目黒駅に乗り換えたいと思います。時刻表をね見ていただくと分かりますように、ちょっとねこの路線は本数が少ないということなので、まあ、奇跡的にこの7時55分発に乗れそうなんですが、まあ、ちょっとね本当に奇跡中の奇跡っていうところですが、現在はちょうど3つ前ぐらいですかね、そこのバス停にいるそうです。今のところ順調に進んでいます。ということで、バス停は目黒駅前に着きました。さっきのバス停からはだいたい7、8分ぐらいですかね、すぐ着きました。で、反対を向くとちゃんと駅もあります。目黒は山手線の他に南北線と三田線が、あと東急目黒線が通る駅となっています。バスが到着。しかしこのバスは品川行きです。五反田までは行きません。このバスに乗ってどうやって五反田まで行こうとしているのでしょうか。ルート選定のための情報源は路線図のみです。路線図にある駅からの距離、運行本数、その他の情報を駆使していかに効率よく回れるかが成功への鍵となります。さっき乗ったバスはあのまま品川に行ってしまいますので、ここの明治学院というところで乗り継ぎです。結構この辺りは車通りが多いんですが、次乗るバスの本数はどれくらいあるのでしょうか。ということで、明治学院前のバス停、五反田行きのバスですね。ではね、ちょっとね時刻表を見てみましょう。明らかにバス停に来るまでにちょっと時刻表が遠目に見えたんですが、本数が少なそうだったんでちょっと見てみましょうか。今の時刻は8時26分。
ですね。ではどうでしょうか、見てみましょう。6時ない、7時もない、8時27、1分後、マジか。これしかないバスなんですが、なんと8時27分というバスがあるようです。多分明治学院へのアクセスを意識した朝と夜だけの運行となっています。来ました。こちらが1日6本だけのバスですね。奇跡的な乗り継ぎに成功し、バスは五反田へ向かいます。もしこのバスに乗れていなかったら、五反田までは歩くしかありませんでした。ということで、神みたいな1日7本だけのバスに奇跡的に乗車できまして、着きました JR の五反田駅です。五反田には他にも東急池上線、あとは都営浅草線も通っている駅となっています。これで4駅目、3駅目ですね、3駅目クリアということで、どんどん進んでいきましょう。五反田からは今度は六本木ヒルズ行きに乗りたいと思います。次の駅は大崎ですね。大崎あんまりバスが通っていないので、たどり着けるかが心配です。六本木行きのバスに乗車。このバスでどうやって大崎まで行くのでしょうか。ということで、東五反田3丁目というバス停で降りました。実は大崎まではダイレクトにバスが出ていないので、ここからはね、歩くことになります。そして大崎から品川に行くバスもどうやらこの系統のようなので、あとね20分弱しかないんですよね。なのでめちゃくちゃ急いで大崎駅まで行って戻ってこなくてはなりません。結構マジで時間がなくて走ってるんですが、駅はどこでしょうか。山手線の音は結構聞こえるんですけど、駅はあそこにあんのかな。普通に走りました。大崎駅ですね。もうちょっとこれで許してください、時間がないので。大崎駅には山手線以外にも東京臨海高速鉄道臨海線、あとは湘南新宿ラインが通っている駅となっています。もうね、バスまであとね10分しかないんで急ぎます。結構やばくてですね、さっきのバスが五反田から2つ目のバス停で降りるはずなのに、なんか五反田も始発なんですけど2分遅れて発車しちゃいまして、そのせいで2分分走らなくてはなりません。ということで、まあ結構ね走ったおかげでバス停には2分ぐらい前に着きました。こちらがね、先ほどのバス停の一つ先、御殿山小学校っていうところです。ここから乗りますのは品川まで行くバスですね。高輪口までは3つ先のバス停のようです。バスの発車が9時15分発で、現在時刻は9時18分です。特にですね、遅れるような道は走ってないんですけど、なかなか来ないということで、1本目最初に乗ったバスも結構遅れていたんで、ちょっと状況がどんな感じかなっていうところです。なかなかね、最初の何駅かでこんなに遅れてしまうと後が困るなという感じがします。結局バスは4分遅れで到着。今回の企画は歩くだけではなく、時には走ることも必要です。体力をどう残していくかもとても重要なポイントとなります。渋谷駅を発車してから最初の主要駅の品川駅に到着。ここまでは順調のように思えますが、このペースは適切なのでしょうか。そして品川駅から北に向かうバスに乗り継ぐことはできるのでしょうか。ということで、品川駅の高輪口バス停に来ました。前ね、品川駅から乗るバスは反対側の6番乗り場から発車する蒲田駅を紹介したんですが、今回はこちらのね乗り場となっております。ということで、まあ、せっかく品川では少し時間がありますので、駅の方も見に行ってみましょう。駅の中に入るよりこっちのね歩道橋の上からの方がよく映りましたんで、これで良いでしょう。品川駅と品川駅ですね。京急線の向こうには京急線の始発電車も見えます。ということで、何駅目でしょうか。5駅目ですね。5駅目の品川駅クリア。次は高輪ゲートウェイ駅です。今のところは順調です。ここから有楽町まで歩きます。神田駅まで歩きたいと思います。通るバスが走っていないということですので、ね、上の駅があります。で、現在時刻は12時間で、山手線の全駅をバスだけで巡れるかという